皆さんこんにちは、三原石太です。稲荷です。1ペリへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、新選組サイドから見た幕末維新史を振り返るというシリーズでお送りしておりますが、本日は新選組ではない組対その幕府側のいろいろな組組織ですね、そちらのご紹介をしていきたいと思っております。はい、見回り組だったり伝習隊だったり将棋隊だったり、そういった組織が一体何だったのか、どういう性格付けをしていたのか、そういったところがお話しできればいいなと思っておりますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、イチペリアでは歴史にまつわるいろんな出来事を皆さんと楽しくシェアできればいいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、通知ボタンの方お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さて、新選組、こちらは会津藩お預かり。そうですね。ということですよね。鴨さんがね、取り付いてくれた。あ、そうです、そうです、そうです。会津藩のお預かりなので、まあ、会津藩士というわけではありません。さらに言うと、幕府の直轄ではなかったということですよね。ほうほうほう。後々幕府のお抱えになったりとかするんですけど、最終的には。まあ、それももう、幕府が本当に斜陽になった時とかにはなります。そっかそっか。じゃあ、幕府直轄ではどこだったのか。というと、それが見回り組になります。じゃあ、ちょっとなんで、ランクで言うと、見回り組の方が新選組よりも上だったって思った大丈夫？そうなんですよ。なるほど。実は。そもそも構成員が、見回り組は、旗本の次男や三男。あ、そっかそっか。うん、がほとんどなんです。お金ある人たちが集まってた、ね。なんなのね。うんうんうん。で、剣術が使える人。同じ京都をこう見回る、市中のその警備をするのが仕事だったんですが、管轄が違くて、見回り組の範疇で起きた事件に関しては、新選組は出動しないみたいな。そういう感じだったらしいんですけどね。実際共同で作戦に当たったりとかあんまりない。ただ、実動力としては、やっぱり新選組の方が、ある程度信頼されていた節はあったらしく。信頼も勝ち取ってたんだ。まあまあ、どっちもどっちっていう感じではあるんですよね。嫌われてはいたらしいので、なので、見回り組のテリトリーだけど、新選組に事件の解決で走ったりとか、っていうことはあったようです。はい、で、この3つ組、最初にちょっと挙げたんですけれども、新選組、見回り組、そして、新潮組、はい。これちょっと並べて、違う点とかをこうピックアップしていきたいと思います。はい、まず、新選組は会津藩のお預かり。お預かり。見回り組は幕府の直轄。そして、新潮組は、庄内藩のお預かりです。庄内藩。はい。庄内藩っていうのは東北の藩ですね。へー。お仕事内容は、はい、新選組が京都の市中警備。はい。見回り組も京都の市中警備。同じですね。そうですね。新潮組は江戸の市中警備になります。京都じゃない。そうなんです。なので、まあ、あんまり名前を聞かないというか。そうだね、はい。活躍してる場所が違うからね。違うからね。幕末イコール京都だからね。はい、そう。ところが、新潮組と新選組は非常に関係が深くて、というのも、以前新選組の成り立ちを清川八郎さんの話をした時にしたと思うんですけれども、そうですね。もともと浪士組でみんな京都に上がってきましたね。うん、帰りました。はい、なんかしようぜっつってね。そう、結局、帰りました、浪士組がね、うん。帰っていった浪士組。これを中心になって組織されたのが、この新潮組です。なるほど。そうです。残った人たちが会津藩お預かりになったように、帰った人たちは庄内藩のお預かりになった。はいはい。しかも、会津藩お預かりなんですが、新選組の方は、例えば近藤さんだったり、土方さんだったり、が、独自の裁量で、独自の組織として動かしていた、ような形跡があるんですが、この新潮組に関しては、庄内藩がかなり支配力を持って実効支配していたというか、なるほど。かなりの面でこう、賄っていた。はいはい。ような形跡がございます。まあ実際に江戸市中の見回りとかもしていて、その警備もだいぶやれてたらしいんですが、まあ乱暴狼藉をする人も結構多くて、ヤクザモンとかも結構入ってたんでね。だからもともとね、清川さん集めた人たちがね。そもそもそうだったっていうところなんですけど、そもそもね。そもそもね。なので、この3つを比べるとそういった形になります。はい。で、ちょっとさっき稲荷くんが言ってましたけれども、見回り組がまあ格としてはやっぱ上。上なんだ。そうですね。はい。ただまあ実力的には新選組どうなのみたいな。なるほどね。はい。代表者は、新選組は、ま、近藤さんたちですね。見回り組は、佐々木忠三郎さん。そして、今井信夫さん。はい。このあたりになると思います。新潮組は、ま、有名な人はあんまりないんですけど、沖田総司の、義理のお兄ちゃん、沖田林太郎さんとか、あとは、最初に浪士組にいた面々、はいはいはい、根岸雄山とか、祐天千之助って人なんですけど、そのあたりがこの新潮組に参加とかされています。なるほど。で、どれも、この後、戊辰戦争が進んでいく中、東北で転戦して、北海道の五稜郭に行ってっていう中で、
ここの残党の人たちはみんな、だんだんそこに合流していきます。もちろん戦死されたり、降伏されたりする人もいる中、うん、元新選組、元見回り組、元新潮組みたいな形で参加していって、まあ最終的にはただの部隊名みたいになっていっていっちゃうんですけど、個性がなくなってね。なんか、あれですね、五稜郭で同窓会みたいになっちゃいましたね。正直ね、なるんですよ。ね。そう。ああ、そこで会ったね、みたいな。ああ、そうなんだ。そう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 。うん、で、ここまでが組です。この後、隊がございます。いろんな隊がございます。伝習隊、はい、将棋隊、うん、将法隊、そして将撃隊、はい、いろいろございます。将棋隊はね、ウィキペディアでも何回か出てきてましたからね。そう、将棋隊ってその上野に立てこもったっていうのがあるので、うん、まあなんかいろんなエピソードに関わってきちゃうんだよね。あ、そうなんだね。そう、通過点なんだね。そうなんですよ、うん、まあただなんちゃないというか、うん、別に何かしたわけじゃないというか、はいはいはい、見回り組が幕府の旗本の次男三男が集まったって話をしましたけれども、はい、将棋隊はそこに参加しなかったいわゆる徳川のお侍さんたちがこのまま負けるなんて黙ってられないから知証名っていうことで集まって作った組織なんですね。うん、なるほど。なので、まあ、意地で作ったみたいな組織なんで、うん、実際にはその上野の戦争でも、まあ、大村益次郎と西郷さんの指揮と統率が良かったっていうのもありますけれども、うん、1日で負けちゃうんで、うん、あ、そっか。で負けてやはり将棋隊もいろんな各地を転戦して最初に五稜郭に行きます。伝習隊、こちらは幕府が肝入りで、うん、小栗光介之助がもう期待して作った、フランス式の最新鋭の装備と訓練を施した、幕府のまあ、いわゆる精鋭部隊。これがこの伝習隊で。ところが、とはいえ時勢に負けてしまいまして、すごく大活躍したってことはないんですけれども、この後は大鳥圭介さんっていう人が後々のボスになりまして、転戦していって、最初にやっぱり五稜郭に入っていく。そこのまあ主力になっていく部隊ですね。なるほど。で、この幕府歩兵って言われるんですけど、の伝習隊っていうのは、その敵対するのにも幕府歩兵の伝習隊っていうのがその、いい装備だったじゃないか、みたいなことでよく語られる部隊ではございます。装備があるだけでは勝てないんだ、みたいなことのあの、証明になりますよね。なるほど。そう。ちょっとかわいそうだなって。うん。そして、この、将法隊。はい。こちらは、古谷作左衛門っていう人がリーダーなんですけれども、ほうほう、越後の新潟、あるいは、信州長野。はい、そのあたりで乱暴狼藉の限りを尽くした、限りを尽くす、はい、ひどいんですよ。殺人、強盗、強姦、そういったことをバンバカ繰り返した、あまりにも評判の悪い舞台、そういうヤクザモンとかががっつり集まって作った舞台なんで、がこの戊辰戦争を経ていく中で、どんどん一致団結していき、だんだん歴戦の兵隊になっていって、何そのルーキーズみたいな話、ずーっとだから最初ものすごい負け続きなの、まとまりもないし、だけど最終的にこの古谷作左衛門って人も結構有能で、ちょっとその局部戦で追い返したり勝ったりとかっていうのをやって、やっぱり五稜郭に行くんですけど、この中で五稜郭に行くときに今のその士官クラスの人も兵隊クラスの人もみんな別に帰っていいよと、いなくなっていいよっていう時に、結構大勢が、いや、ここまで来たんだからついてくよっつって、作左衛門について五稜郭に行く。まあ、ヤクザの男気といえばそれまでなんだけど。ああ、まあ確かに確かに。そう。当時、その清水の次郎長さんとか、黒駒の勝蔵さんとか、そういった人たちもこういった軍隊に参加したっていうの記録が残ってるんですけど、そのヤクザっていうものも、ある意味戦い慣れてるからっていうことで、そういう風に扱われてた時代ではあったんですね。なるほど。で、この、将法隊に関しては、百戦錬磨みたいな感じだったんだけど、あまりにもその評判が悪かったんで、五稜郭に結構まとまった兵力に入ったんだけど、扱いはそんなに良くなかった。あ、そうだったんだ。古谷作左衛門さん自身もそこで戦死してお亡くなりになり。ただ、ここにいた、大使の一人なんかは、最終的に明治天皇の御車になったりとかしてたらしくて。大事をしてるじゃん。そう。何がどうなってそうなるのかは分かんないよねっていう一つの例だったりはします。確かに。はい。そして、似たような名前、衝撃隊というのがありましたが、こちらは仙台藩の舞台になります。おお、仙台藩。はい。仙台藩に、これは本当にヤクザたちを集めた、カラス組っていうのがございまして。かっこいいね。そう。何、うん、カラス組、細谷十太夫っていう人が率いた舞台なんですが、いわゆる正規兵ではなくて、ゲリラ戦じゃないけど、うん、そういった騎兵的な扱い、遊撃隊みたいな扱いをしていた舞台になります。で、この細谷さんっていうのが転戦して、そのカラス組を率いて、解決、細谷十太夫みたいな。そんな、ちょっとしたヒーローみたいな扱いを受けるんですね。後世。はいはいはい。だから、カラス組っていう映画かな、かなんかも確か、できてたはずです。全員真っ黒い服着てるんですか？あ、どうなん、もしかしたらそうかもしれないですね。あぐん的な。あぐん的な、そう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 。で、この、カラス組、それはその、組っていうのがやっぱ古いんで、新しく名前を付けようっていうんで、衝撃隊になる。細谷さん自身もそのヒーロー的な扱いをされてはいたんですが、うん、まあ、やはり時勢の中に飲み込まれていってしまいました。そっか。消えていく名前ではございます。というわけで、
幕側にはまあ組も隊もいろいろあります、うん、で維新政府側にもいろんな隊がございました、はい、ちょっとそのいろんな名前が出てくるんで、うん、あこの人こういう感じなんだな、あこれ新しい感じなんだなっていうのが読んでいく、あるいは何かを見ていくときに分かるとちょっと楽しいかなと思いますので、うん、こちらぜひ参考にしていただければと思っております、はいはい、それでは次の動画をお楽しみにお待ちください。さよならさよなら。